はい、どうもジェキマルです。ということで皆さん、この度ですね、ジェキマルオンラインのチャンネル登録者数がなんと7000人突破いたしました。イエーイ。ということで、気づいたらですね、なんと7000人突破していたんですよ。本当にね、皆さんずっと応援ありがとうございます。最近ね、ジェケマルのことを知ってくれて、動画を見た人もですね、今までずっと応援してくださった方も本当にありがとうございます。皆様のおかげでね、ジェケマルここまで頑張れてるので、これからもよろしくお願いします。ということで、先ほどですね、こちら青鬼オンラインを開いたら、なんとお知らせにですね、スペシャルガチャが登場いたしました。イエーイ。はい、こちらですね、星3スキンだけ引ける限定ガチャということで、4周年を記念して星3スキンだけが出現する期間限定スペシャルガチャが登場。スペシャルガチャを購入して星3スキンを大量ゲットだということで、とんでもなくすごいガチャがですね、こちら登場いたしました。はい、こちらがですね、今日の15時から26日の15時までということで、4周年記念限定で登場するガチャなんですよね。はい、こちらですね、スペシャルガチャから排出されるスキンは今後復刻する可能性があります、ご了承くださいと書いてあるんですが、こちらですね、ガチャ画面行ったら皆さん見てください。はい、こちらなんですけど、1回ガチャを引く490円って書いてあるんですよね。つまりこちらのガチャはですね、スペシャルガチャなんですが有料でございます。で、10回引くとですね、3800円ということで、1回引くと約500円、10回引くと約4000円ということで、1000円安くなるんですが、今日はですね、なんと皆さん、青鬼オンラインがね、まあ、4周年記念ということで、運営さんにですね、お金を渡す意味でも、ジェキマルですね、今回10連ガチャを回していきたいと思います。イエーイ。ということでね、まあ、7000人も突破したわけだし、めでたいこと続きなので、今日はですね、ジェキマル4000円を使ってこちらのね、10回連続でガチャを引いていきたいと思います。さあ、何が出るんでしょうって思って提供割合を見てみたんですけど、皆さん見てください、この中にですね、超絶激レアなブリザードホークがいるんですよ。これね、マジでめちゃくちゃ激レアで、本当に昔からね、青鬼オンラインをやっていて、しかもね、確かこれプレミアパスの報酬なんですけど、本当にね、昔から青鬼オンラインをやっていて、さらにですね、課金をしている人しかゲットできないブリザードホークがゲットできるということで、今日はですね、こちらのブリザードホークをゲットするためにですね、10連回していきたいと思います。イエーイ。ということでね、皆さんぜひぜひね、当たるように祈っていてください。ちなみにですね、ジェケマル超絶ガチャ運が悪くて、本当にね、当たったことありません。それからですね、こちら、はい、4周年記念限定のですね、人鬼スキンガチャが登場しておりますが、今のところね、1000連ぐらい回したんですけど、人鬼ミカ1体しか出ませんでした。ということで、今日はね、ガチャ動画ということで、頑張ってね、3万枚貯めたので、こちらもね、100連回して必ずですね、人鬼ヒロシもしくはですね、人鬼タケシをゲットしていきたいと思います。まあ、あわよくばね、2体ともゲットしていきたいなと思いますし、それからですね、こちら特大新スキンは怠け者でした。でもね、この怠け者めっちゃ可愛いんですよ。はい、ということでね、このガチャを回していきたいんですが、今日はね、人鬼スキン2体をゲットするためと、それからですね、こちら新しく出たスペシャルガチャを10連回していきたいと思います。それからですね、どうしよう、ちょっとね、考えているんですが、スキンショップでさ、こちらスイッチが登場しているんですよね。で、このスイッチを1回購入するとですね、ジェケマルなんとスイッチがスキンチェンジするので、まあ、もしね、今回のガチャの結果が良ければですね、あちらのスイッチも課金していきたいと思います。それではまずね、こちら4周年記念の人鬼からですね、ガチャを回していきたいと思います。それではね、100連回していきましょう。さあ、最初10連目、はい、めっちゃ緊張してきた。さあ、20連目、はい、当たりませんね。さあ、30連目、はい、30連目も当たりませんでした。でもそろそろね、来るような気がするぜ。さあ、40連目、おっと、まだじらしますね。さあ、50連目、はい、まだ来ませんか。なるほど、60連目。さあ、ということでライオンさんが来てしまいましたが、さあ70連目、本当にね、ジェケマル運悪いんですよね。さあ80連目、お願いします、めっちゃ頑張って貯めたんです本当に。さあ90連目、マジでいってる。さあ100連目、はい、ということで当たりませんでした。でもね、当たらない分、もしかしたらね、こちらのスペシャルガチャがめちゃくちゃいいのが出る可能性がありますので、早速ですね、こちら10連ガチャを引いていきたいと思います。それではね、4000円かけて10連ガチャ回していきましょう。
はい、ということで皆さん購入手続きが完了しました。いや本当にね、運営さんありがとうございます。皆さんね、どんな結果が出たとしても俺はですね本当に運営さんに感謝してますし、4周年ずっとですね青鬼オンラインがあったのも運営さんのおかげなので、今回はですねこちら4000円を運営さんに渡した気持ちでですねガチャを引いていきたいと思います。それではね10連回していきましょう。さあ最初ですね、こちらどうやって出るんでしょうか。おお、持ってないですよ。ブロックニワトリ。はい、ということでね1体目はニューのですねブロックニワトリが出ました。さあ2体目は何が出るんでしょうか。ブリザード出てほしいな。はい、ということでこちらですねテケテケでした。さあ2連目ですねテケテケでしたね。うわこれめっちゃ緊張するな。さあ3連目何が出るんでしょうか。カブトムシ男持っております。はい、さあ4連目ですねやっていきましょう。いやどんどんこれ早いな、結果見るのな。さあヤギの配達人ということで、さあこちらねラブをお届けということで、さあ5連目だよね。5連目回していきましょう。はい、かぐや姫か、かぐや姫が出ました。それではね、はい6連目回していきましょう。さあ何が出るんだ。キツネさんか、キツネさん出ましたね。さあ8連目もね回していきましょう。何が出るんでしょうか。さっき出たライオンクッキーですね。さあ食べられるということで、さあ9連目は何が出るんでしょうか。お願いだブリザードホーク出てくれ。さあクリオネでしたね、これも持っております。さあ最後です。ででーん、またライオンクッキーか。あれ最後かこれが。はい、クリオネ、マジで言ってんの、マジで言ってんのか。はい、ということで運が悪すぎてですね、こちらライオンクッキーとそれからですねクリオネが2-2できてしまいました。それではねガチャトップ戻っていきましょう。ただねこれじゃやっぱ終われないので、もう一回ねこちら10連ガチャを引いていきたいと思います。普段ねそんなお金も使わないし、別にねこのブリザードホーク欲しいっちゃ欲しいけど、ゲットしたとしてもね使わないんですよ。でもやっぱりね運営さんにたくさんお金を渡したいなと思っておりますので、今回ですね最後もう10連を回していきたいと思います。それではねもう一回購入していきましょう。さあということで皆さん、もう一度ですね4000円支払って10連ガチャですねこちら購入いたしました。それではね最後10連回していきましょう。本当にね青鬼オンラインさんありがとうございます。さあということで最初ですねモンブランくんでございます。モンブランくん当たりました。美味しそうですね。さあ2連目ですね、2連目ゴースト可愛いですね。やったー。ということでね全部が全部嬉しいガチャでございます。それではね3連目回していきましょう。いまだね持っていないスキンとか出たら嬉しいんですけどね。はい、ネッシーが当たりましたね、幻。ということでさあどんどんいきましょう。4連目ですね。さあ何が当たるんでしょうか。ムササビ、これも結構持っておりますね。はい、ということでムササビが当たりました。さあ次ですね5連目でございます。はい、折り返し地点ですね、サンタペンギンということで持っていないスキンが当たりました。よっしゃー、めちゃくちゃ嬉しいぜ。さあ6連目ですね。さあ後半になってまいりましたよ。こちら鉛筆ですね、鉛筆をゲットしました。それではねはい7連目回していきましょう。そろそろいいの来てくれ。はい、映写機ということでねこちら持っております。さあ8連目でございます。何が当たるんでしょうか。フィッシュマン。はい、こっからですねもしかしたらさっき当たったものも当たる可能性がありますので、ラスト2回慎重にいきたいと思います。はい、ということでね本当に運営さんありがとうございます。もしここでねめちゃくちゃいいの当たったら、これを見てる視聴者の方も課金するかもしれないので、めちゃくちゃいいスキンを出してください。それではですねこちら9連目見ていきましょう。はい、ブラダンス豚ということで、マジか。さあそれではね最後見ていきましょう。ちょっとね俺緊張しちゃうんで携帯裏返しします。はい、携帯裏返しします。さあ何が出たんでしょうか。チラチラあークリオネか。はい、ということで皆さんこんな感じでしたね。さあということで戻っていきましょう。ただねこちら運がいい人はブリザードホーク出たりしますので、もしかしたらね一連とかで出る可能性もありますし、ぜひぜひね皆さんこちらのねブリザードホークめちゃくちゃ激レアなので、こちらのためにね課金してみてはいかがでしょうか。ということでジェキマルはねほぼ何も当たりませんでしたが、運営さんにですね恩返ししたいなと思ったので、今回4周年記念でねこちら恩返しさせていただきました。また5周年記念でもねこちらスペシャルガチャが登場したらまた引いていきたいと思いますので、よかったらぜひまた見ていってください。ということでジェキマルでした。ありがとうございます。失礼します。最後にさ、いや本当に何も当たらなかったんだけどさ、こちら4連ぐらい回していこうかな。うん、5連ぐらい、うん、6連回せるか。さあ2連目、さあ3連目、はい4連目、
マジでガチャ運悪いんだよね俺。5連目、はい、6連目ということで、もう本当に何も当たらない、泣いちゃいそうです。ピエン、本当にね、4周年おめでとうございました。それからですね、7000人ありがとう、これからもよろしく。